こんにちは。今日は金もなく過酷な工程で結構きつかったですが、しかし充実した一日になりました。今日の未明、徳島はフェリーで立ちまして、それから和歌山に渡った後、大阪、生駒山地を越えて奈良、そして近鉄線を乗り継ぎ、今急行列車で名古屋に着いたところです。これから先向かいますのは沖縄那覇空港。日本一周全ての都道府県それを巡ろうということを考えておりましたが、沖縄県のみ LCC で回るのが一番安いということになりました。どの空港から行くにか、行くかいろいろ考えた結果、中部国際空港から行くのが一番安いということが分かりましたので、今回は中部空港よりジェットスター航空にて、那覇空港まで行ってまいることになります。時刻は今夜の8時。まだちょっと早いですから、まずは夕飯を食べて、やはり日本一周でこの名古屋の街を飛ばすわけにはいきません。素晴らしい景色を眺めてから向かおうと思います。牛丼を適当に食べまして、今名古屋駅の反対側の出口に出ました。桜通り口、本当にこれはいい景色なので、ぜひ皆さんもただでね、ただ来るだけで見られる景色ですから、もし名古屋にご用事があるときには立ち寄っていただきたい、そんな場所です。 JR 東海に建てたセントラルタワービル、その周りにたくさんのタクシーがぐるぐる回る姿もまた見事です。こちら側にありますミッドランドスクエアだったと思いますが、そういう名前の高い建物があって、これの上もまた展望台になっています。こういったおしゃれなビルの展望台は当然高いわけですが、でもね、こんなものを持っております。雨の日にご入場いただいたお客様へ特別ご遊体験。実は私、今年の5月にここに1回来ていたんですね。ところが、上がってみると、雨が結構ひどくて、雨でも見えんだろうと思ったら、あんまりよく見えなかったんで、その時にね、こんなものをもらいました。大人は700円の入場料なんですが、750円か、それが500円になるという、なかなかありがたい割引券。これでもう一度来訪、これもともと持ってたものをこうやって使うのはどうかなとも思うんですけど、いいよねこれくらい使っても、使わせてください。さすがですね、わー立派だ。前も来たことはありましたけど、あの時はもうここに水滴がピチリくっついていてダメでした。またここの売りはね、天井が実はここはあるんですけども、こことかね、天井がない箇所があるんですよ。だから外の風がそのまま吹き込んでくるという、かなり開放感があります。下も結構、吹き抜け構造っていうだけなんですけどね、スリルがある。ここから今眺めているのが、県で言いますと静岡県方向、東京からやってくる東海道新幹線はその最終列車の時刻が0時ちょっと前、それぐらいでして、相当遅くまで営業しております。しかしこの時点で十分すごいんですが、名古屋の景色がもっとすごいのはおそらくこちら、繁華街の中心地区は栄と呼ばれるところで、もう見るからにここだということがよくわかります。また名古屋市の自慢の一つはこの道路です。何気なくしたこの道路も片側3車線、さあ今度こちらは5車線。すごいね、こんなものが大阪、名古屋にはゴロゴロしています。大阪ももちろんすごくて、御堂筋など片側一方通行7車線というとんでもないことになっていましたが、御堂筋とそのお隣の、何筋でしたっけ、今ちょっとすぐ名前出てこないんですけど、あそこは確かにすごいですが、全般的な道の凄まじさでは名古屋が勝っているように私は感じます。また向こうに見えるこれ、はっきりわかりますね、明るく照らされています。金のシャチホコをいただく名古屋城、交通の利便がよく訪れる機会も多い名古屋、私の好きな街の一つです。中部国際空港までは870円となっています。1時間はかからなかったかな。
中部国際空港はもちろん多数の国際線の発着がありますが、中部工業地帯の空の玄関口でもあって、確かここから出ていく、まあ、出入りするのは人よりも貨物の方が圧倒的に多いんじゃなかったかな。名古屋らしい場所です。でこれを確認しておけば間違いはありません。旅客ターミナルビル、もうそろそろ4階は閉まってしまいます。3階も1時には閉まります。しかし1階と2階は24時間オープンです。ああこの国内線到着出口、この周辺だったらいいな。気流の流れもないし、上の階はね結構スースーしたんですが、ここは大丈夫そう。そして明日早い人か、もう早くも寝ている方までおられます。政府は今後被害が広がる恐れがあるといいます。ただ今回購入を検討しているのは、ここだ、国際の到着ロビー。ここだったら多分大丈夫でしょう。ミクキテレビがありますが音量は小さめです。あと外国人がなんか随分大きな声で電話をしてますが、電話が終われば静かになってくれるだろうと願っています。ありがたいことに充電スペースもあります。まあ、自分で分岐用のやつを持ってますけど、これだったら他の人とも勝ちはなさそうだな。とりあえずこれで、まあ、どうせねしばらく寝る時間はありますんで、できる限り早く寝たいのではあるのですが、さすがにちょっとこのパソコン取られるとこの先困るんで、パソコンの前でしばらく待機、ある程度充電が溜まったらあそこへ移動して休むことにしましょう。なんだなんだなんだ、今11時45分でスカイマークの搭乗手続き終わるとか言ってたんですけど、こんな時間から沖縄行きの便があるの、こうなかなか本当に良くてですね、冷水機もついてるし寝心地ももう最高ですよ。朝の4時なんですが、寒くて寒くて起きてしまいました。これでちょっと暖房器具を作ろう。人も増えて翌朝8時36分、もうちょっと寝るという感じではないな。寝ようと思えばまだ寝られますけどね、かなり長時間寝ましたが、まあ、結構寒かったので、体が休まったかどうかというと、まあ、時間に対しては微妙ですが、体力はもう回復しています。時間が長かったからね、8時間ぐらい寝ましたか、ね、寝心地は問題ないんですけど、こっちの方に少し傾いてますんでね、この金属の部分に手が触れるんですよ。でこれがちょっと夜中冷たくて困ったな、まあ、だからなるべくこう手を体の下にして、まあ、しかし一部無理な体重がかかってしびれたりもしました。でもそのぐらいです。床で寝るよりはもうはるかにいいですね。持ち出しは禁止ですが、持ちなさなければこの疑似オレオみたいなお菓子を無限に食べることができます。でもこの会社、この空港にはもう一個ラウンジがあって、トヨタのクレジットカードを持っている人が使えるのがあるんですが、そっちはねおにぎりもあるらしいんですよね。おにぎり食べたい。でラウンジでお菓子をせしめるのもいいんですけど、ちょっとね早めに搭乗手続きを済ませてこようと思います。LCC は座席の指定というのはできないんですが、搭乗の手続きの開始時刻に早めに行くと割となんかいい席に当たったりすることがあるらしい。嬉しい嬉しい、窓側席を手に入れました。これは進行方向左側になっているのかな。何でも追加料金を払わないで窓側に座れるのは相当運のいいことのようです。いやよかったよかった。次は荷物が膨らみすぎて入らないということがないか。ちょっとはみ出してんな。パソコンとかは手前に入れて圧縮すればこのサイズに入るでしょうか。時間がまだ少し余っているので飛行機博物館を見に行こうと思います。ほんのちょっとだけですが無料のようです。明日オープンなんですよね。明日、はいはい、今日はい、あ、今日はどこ行かれるの。あ、今日はね僕は沖縄に行くんですけど、これから、はい、あれ、あの第2ターミナルっていうのが明日からできるんですか。あ、そうなんですか、それ知らなかった。へえ、あ、じゃあ本当に僕それ知らないで来たんですよ、たまたまでした。じゃあ帰ってきた時はねオープンするんで、あのまた中部空港に戻るから、
はい、その時またちょっと見学させていただきます。ありがとうございます。あのね、はい、エアアジアと、はい、エアプサンと、はい、それからジェットスタージェットスター。じゃあ、いや僕はあのジェットスターで沖縄に行くんですけど、帰りは第二ターミナルに来るんですかね。そうしたらそうだ。面白いですねそれは。ありがとうございます。そうです、今日はね、いい日だわとか言ってありがとうございます、そう言っていただけて。ここの売りはアメリカボーイング社の売れ筋商品、最新鋭の旅客機ボーイング787型。その試作の時に作ったという認識であってるでしょうかね、ボーイング787型の初号機、それがここに展示されています。ボーイング787型は初めて、日本の、全日本空輸株式会社が、その世界で初めての旅客営業を開始したということになっていて、それにちなんでの展示なのかな。お、なんか消えちゃったな。まあいいや、この愛知県はですね、ゼロ戦を製作した中島飛行機とか、それから今でも、航空自衛隊に戦闘機を納入している三菱重工業の拠点としていた町であります。だからそこに今世界の先端を走っているというか、先端で飛んでいるとでも言いましょうか、そのボーイング787が展示されているのも立派なこと。しかし、このボーイング社というのはここで作っていたの、まあ、ゼロ戦に対してですね、それよりも随分パワーは強かったそうですけれど、B29 という、アメリカ軍の象徴的な飛行機もありましたが、日本の空から、爆弾の雨を降らした飛行機です。それを作っていた飛行機でもあってね、なんかこう敵の売れ筋商品がここに飾られているようで、ちょっとなんかうーんと思わなくもない一方でですね、まあ、実際には今は、このボーイング787型にも日本の技術が数多く搭載されていて、それなくしては、今の世界を飛んでいる、効率的なこの飛行機も、存在しえなかったのだと思えば、まあ、どちらかというと平和な時代に平和な航空機の利用ができていて、むしろこっちの方が素晴らしいことなんだなと改めて思い直します。じゃあちょっとこれで時間がないからね。昔でしょ、はい、それから向こうにあの東京ドバイ市できたんですよ。はいはい、随分本当に、短い間に拡大が続いてますね。すごいです、まあ、スペースがあるからね。はい、そうですね。成田だったらあの一旦電車に乗ったりなんかして、空港からホテルが遠いでしょ。確かに空港の周りにこんなにホテルがあるのってなかなかないですね。羽田だったらそうだしですよ、ね、これ便利ですね、よく考えたら。確かにスーチャンネルって見てます？保安検査を受けて内側のエリアに入りました。向こうには伊勢湾、非常に多い貨物の取り扱い、その貨物船が盛んに往来している様子が見えます。石油化学コンビナートも非常に多くあります。三重県の四日市がこの辺りでは特に有名ですが、その以外にもこの辺りは全般的にそのような工業関連の施設が多く目立つのです。乗り込む前に急いでトイレに行き、また持っているカレーパンを食べなければいけません。 LCC は前後の幅が狭いですから、窓側に座ってしまうとトイレに行くとき通路側の人全員に必ずどいてもらわなければもう出られません。また飛行機の中に食べ物を持ち込むことは禁止になっています。
完全にやってるもう一回聞着陸いたしました。安全のため機長がシートベルト着用サイン消しますまでお座席にてシートベルトをお締めの上お待ちください。降りの際はお仕事なさいません。今一度ご確認ください。最近じゃもう移動の都合でねバンバン飛行機に乗りまくってますけど、あんだけ揺れるのはなかなか経験しない。なんか那覇空港って揺れがちなんですけどね、ここまで揺れるとはびっくりしました。最初はね、あなんかみんな悲鳴上げて、こんなんで悲鳴上げちゃったな、あんま乗らないから慣れてないんだなーとか思ってたんですけど、あの自分もですね、あのなんかこう膝がだんだんこうガクガクしてきてですね、あの降りる時もなんかすぐには動けなかったですね。いやまあ動かすとは動けましたけど、なんかこの空港の魚のラインナップが変わったような気がするな。前はもっと大きいやつがいたんですけど、どこ行っちゃったんだろう。まあたまに入れ替えなんかもするんでしょうね。その方が見応えもあります。この空港食堂、那覇空港名物らしいんですが、今まで知らず今回調べてみて初めて気づきましたんで、ソーキそば650円、まあ安いけど、ゴーヤチャンプルがどこに安いのは600円。でもさっき空の上で気圧のあれを確かめる関係で、ラーメンを食べてしまいました。このぐらいで今はいいんだよね。160円だけで許してくれるかな。昔の沖縄、つまり琉球ではジューシーは大変なご馳走だったそうです。なんでもさつまいもを食べていたんだとかで、お米を食べるという文化が定着したのも割と最近のこと。本土側の雑炊という言葉がなまって入ってきたものと考えられています。空港から那覇市内中心部までの移動方法いくつかありますが、モノレールが一番本数が多く時間もかからず便利です。実はこのユイレール那覇空港駅は日本最西端の駅です。モノレールも鉄道の仲間ですからね。佐世保は JR 最西端の駅ということでこの間訪れましたが、その先の田平平戸口というところがもともとは日本最西端でした。でも今こっちにモノレールが新しく2003年だったかな、できてしまったので、沖縄が今日本最西端と日本最南端を2つ持っています。おー、ガチャーン、こうやるんですよ。私もね、まあ、実際あれ初めて見たんです。ああいう風に動いてるの知ってはいたんですけどね。また奥に2つプロペラがついた大きいヘリコプターが見えますが、あれ多分アメリカの普天間基地から来たやつじゃないですかね。実際どうか分かりませんが、普天間基地には結構多くの飛行機、というかヘリコプターが止まっているそうです。ちなみにあのお前本当に最安値で来たのかって疑問が生まれるかなと思いまして、一応ねもう行きの分は、行ってしまったんですが、証拠をお見せしておこうと思います。帰りの分だけになっちゃうんですが、こんな風にね、21日に買いますけど4690円という格安でした。で3連休なのになんか安いんですよね。月曜日だけは高いようですが、今日の行きもそういうわけで、一昨日ぐらい結構直前に買ったんですが安かったんですよ。県庁前駅に来ました。
本当は高いところをずっと走っててすごく景色がいいですから、その車窓などをじっくり映したかったんですが、このユイレールはね本当に混む路線でして、すべてのモノレールが2両での運転、まあ、4両になればまだ良いんですけども、これ本当にきつい。もうね今も乗り降りにすごい時間かかってまして、車内も牛詰めでした。もうこんな感じなんでね、本当は日本最南端の駅の方もちょっと寄ってみるぐらいのことはしたかったんですが、そこで降りてしまうともうその後那覇空港からやってくる時点でモノレールが混んでいて、超牛詰めの列車で疲れた体でここまで来なければいけないので、帰りに時間があったら寄ることにします。この県庁前駅からは目の前に、まあ、実際そうですけどね、名前がそうなってるんですから、こちら沖縄県庁、立派な建物を見ることができます。たなびいているのは左側が日の丸で、右側は沖縄県の旗、本土復帰その喜びをここに表した日の丸にそっくりのデザインです。シーサーが3つ並んでいます。沖縄はもう完全に亜熱帯の気候、本土内地の温帯とはもう全く違いますので、例えばこれ熱帯植物園で見ますけどね、タコの木、それが普通に植わっているし、あそこにはもうこれも至る所で見ますがアランの木があります。さっき空港食堂で水飲みまくりましたけど、やっぱりダメだ、すぐ喉が渇いちゃいますね、これを買いました。このホテルね、沖縄で売ってるシークワーサージュースめちゃくちゃ美味しい。これはコンビニファミリーマートで130円でした。で、泊まるところなんですがここです。沖縄海かじって書いてありますけどね、かじって読むんだなこれで、1泊990円すごいね。多分シャワーとかもそれで使えるんだと思うんですが、さらに一応独休日となると金曜も入るのかな、1340円とかなんかそんぐらいになりますけどね。でも安い、沖縄なんかこういう安いところが多いんですよ。ネットカフェもありますが、そこに泊まるよりも圧倒的にこういうところの方が安いです。なんならネットカフェに半日滞在するよりホテルに泊まった方が安いぐらいです。入り口間違えて普通に居酒屋にね、ゲストハウスとここで会ってますが聞いちゃいましたね。本当申し訳ない。普通だったらお詫びで後で旅に行くところですけど、今日はそんな金はありません。そんでね、今夜の8時になりました。なんでこんな格好で出かけてるのか、私もね、うっかりしておりまして、こんな格好で出かけたいわけじゃないんですが、洗濯をうっかりしてしまいまして、もうこれで行くしかありません。夕飯を食べて、でそれからね、一つ残念なお知らせ、まあ残念じゃないかな、動画的に面白くなるかもしれませんが、台風16号が沖縄県の南で発生した、なんというか、あ、間違いない、16号で17号ね、でね、その台風はね、私が帰るのはあさっての予定なんですけども、あさっての朝に来るそうです。うわぁ、まあちょっと申し訳ないですけど、最悪の場合欠航とかなったらば、それにかかる費用に関しては申し訳ないですが、今回だけは予算の外から出させてください。ごめんなさい、これ非常時なのでよろしくお願いします。本当はそうしない方が面白いんだろうけど、そこまでするほどお金に余裕はないのでね。今から国際通りの方に行くわけですけどね、さすがにちょっとこんな格好でいるやつ他にいないから、みんな思い出もかね、沖縄県民はちゃんとした人たちばっかりですから、出歩いてる人なんかいないですよ。いいのかな、こんな下着にしてて。国際通りはこんな感じで賑わっていて、都会的な雰囲気とっても好きなんですけども、まあ、しかしやっぱりここにあるものは大体高いです。まあ、観光客向けのものが揃ってますんでね、便利なのはいいんですが、安いものを食べるにはどうしたらいいか。第一、マキシ公設市場というのがあります。そこだとね、300円台で石垣名物かな、ソーキそば食べられたりとかするんですが、まあ、ただもうさすがにこの時間になるとそういったところはやってませんので、まあ、なんだかんだ観光客向けのものでお茶を濁すしかないかな。あとはね、私も最近知ったんですけど、こういう面白いのもあります。北海道で大人気のラーメン店、私もこれ好きなんですけどね、それはすごいめちゃくちゃ超有名ってわけでもなければ超伝統のお店ってわけでもないんですけど、まあほどほど美味しい、味の保証もある、味の時計台、札幌駅前にあったのはなくなってしまいました。私もね、沖縄そんなに知識はないんですけど、まあいろいろ調べておりますんでね、どうもここが安いらしいというのを聞いております。ガブソカ食堂でいいのかな、読み方わかんないんですけどね、那覇市内にもいくつか支店があるお店で、国際通り沿いの店は夜10時、11時だったかな、それぐらいまでやってるそうです。沖縄そばの大大盛り570円、ソーキそば大盛り750円、これね、かなり安い方だと思う。大きくて立派だ、遜色は全くない。空港食堂の沖縄そばが確か650円、600円だったかなと思いますけど、それより量も多いし、昆布が乗っています。いいね、これ。
急に猛烈な雨が降り、人々はみんな屋根の下に逃げ込みました。これからこの店も混むかもしれません。でもこれはすぐやむと思いますけどね。すだれの向こうから雨を吹き込んできます。ゆっくり食べることにします。沖縄そばはもともと戦前には普及していた食べ物だそうですが、本格的に流行ったのは戦後になってからだそうです。なんでも米軍占領下において小麦粉が大量に持ってこられたので、それによって小麦粉を使う料理がたくさん作れるようになり、沖縄の中で広まりを強くしていったといいます。おお、吹っ込んでくる吹っ込んでくる。でも普通に食べたらもうやめました。まあ今ちょっと一応降ってる降ってますけど、こんなもう降ってるに入らんですね。人通りが少なくなった、みんな慌ててですね、あの店にも客がいっぱい入ってきた。私はただ普通に食べただけ、ラッキーです。知らない地方に行った時、その地方のことを地元の方が話聞くっていう時はね、タクシーに乗るのが一番。運転手さんとベラベラ喋りながら、大体のことを教われます。まあ今回はねさすがにできませんけど、前に来た時沖縄で結構私タクシー乗ってますんで教えてもらったんですが、それもうしょっちゅう雨が降るし、天気予報が晴れでも雨はもう当たり前のように降ると、しかも土砂降り、これはスコールですね。要するにまた降ってきたんで、ちょっとローソンに入って屋根の下で雨宿り。もう客引きの人は雨の中でも全然平気ですね。まあ私もこれぐらいだったら本当は平気なんですよ。ちょっとこの薄着では冷たいな。というわけでこんなの買ってきました。気温は低くありません。きなこ餅当たり付き。多分見たことないでしょこんなやつ。ピントも合わせ直しましたけどね。でもこれ一応明治と書いてあって、多分これを見たことがある人はそんなにいないと思うんですよ。何これ。もって裏を見るとですね、製造している会社は沖縄明治乳業株式会社までお電話くださいと書いてあります。沖縄県では物流があまりにも本土と離れすぎてますので、ちょっと特殊なものを必要とすることが多く、その関係で現地に別の法人を作るというものが多く見られます。例えば沖縄伊藤園とかね、セブンイレブンも沖縄だけあったんでしたっけ、ちょっともう忘れましたけど、そういうわけでこの現地の沖縄でしか買えない明治のグループ会社のこんなアイス、昔のデザインそのままです。私が思う沖縄名物っていうのはゴーヤチャンプルとかソーキそばとか、そういうね、いかにも沖縄に昔からありましたみたいなやつだけじゃなくて、大企業の現地法人、沖縄法人が作っている独自の商品、これもまたね結構面白いと思う。食べてみますね。お、結構パリパリしてて凝ってんな。これ98年買ったの、美味しい。思いのほかいいですねこれ。結構好きだな。ぜひ本土でも売ってもらいたいんですけど。でしかも中にわかります、このはみ出てるのプルプルしたやつね、餅が入ってるわけですよ。これかなり本当に美味しい良質な商品だ。JR のね中央線特急あずさ号に信玄餅アイスって載ってるんですけど、あれ300いくらしますが、こっちの方がね美味しい、安くて。ちょうどまた食べ終わると雨も止みます。全てよくできてる。ちょっとね困ったことが起こりましてですね、国際通りの入り口のところまで来て、スクランブル交差点を渡っていたら点滅信号になりましたので、大慌て走ったところ、ポケットからこの私が今撮ってるカメラが落ちて、で、バキバキバキと音がしました。で、レンズを一旦出し入れしてみたらですね、パキパキパキという音がしまして、まあ今のところ普通に撮れてはいるんですけれども、もしかしたらもう今後このカメラは使えないかもしれません。5万7000円で買ったカメラなんですが、残念な、壊れたら悲しいですが、最後の名残にこの動画を撮っていくことにします。そしてまた、今日はここまでとさせていただきます。もしかしたらここまで、工程を全くお話していなかったかもしれませんから、ここで今更ですがお伝えします。ここまでの工程は、名古屋から中部国際空港まで名鉄線で移動、さらにジェットスター航空で紀伊半島の南側を通過しながら沖縄本島那覇市まで参りました。明日はまた沖縄本島内の観光となる予定です。お楽しみに。このカメラが使えていることを願います。いいカメラなんですけどね。ご視聴ありがとうございました。